いい夢はね、あんまり記憶に残らないんだよ、ね、悪い夢がエッチな夢しか見てない。おい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 ってなりながら思いっきりブワーってやったらブワーって言ってでも歯が全部抜けたわみたいな。もう今日は朝起きたばっかりだから何も今出てこない。朝呼び出してしまいました。ブラック企業じゃな、朝っぱらからまだ小鳥もピョピョ鳴いてるし。健康法、最近気を使ってるやつ、ヤクルト以外で。湯船にちゃんと浸かる。今まではもう月1回ぐらいしかなかったんだ、うん、え、そうなの。うん、もうシャワーシャワーシャワー、忙しいもん、ブラック企業で。最近はちゃんと毎日入浴剤入れて、うん、湯船に肩まで浸かって、うん、汗まみれになってるよ。やっぱ睡眠が大事やと思う、何よりも。睡眠大事。お風呂に入って出てきてちゃんとうとうとしてる頃にヤクルト1000を飲んで寝るっていうのをちゃんとやるようにしてる。最近ね、夢日記もつけてるよ、その睡眠という意味では。夢日記、うん、夢を見たものを記録してる、うん、ちゃんと書いてるんだ。そう、朝起きた瞬間に今日見た夢みたいなのを書いてる。今日見た夢は2つ。1つがアメリカ軍に殺されそうになる。もう1つはタイヤの空気の抜けた自転車。どっちも気になる。タイヤの空気に、ちょっとタイヤの空気気になる。とある住宅街、ステンレスの鉄っぽい単色色の質素な自転車の前に立ってる高校生くらいの知らない女の子に声をかけられる。どうやら友達のようだ。自転車用意できたよ。サビは取っといたし、ベルは壊れてたから新しいのと交換しといた。どうやら僕のために自転車を用意してくれていたらしい。ちなみにもう一つこっちにもあるけどどうすると、その鉄っぽい自転車のすぐ後ろに止まっている赤い自転車を指さす。僕は赤い方が質素な感じがなくデザインも良かったので、サビ取りまでしてもらって申し訳ないなと思いながらも赤い自転車を選ぶ。赤い自転車にまたがるとサドルが低いので重くなるかなと思ったが、電動自転車のように足で漕いだ時にスムーズな乗り心地に驚いた。やっぱりこれにするわと言うと、女の子が分かった、じゃあこっちを止めてくると言って、少し先にあるどうやら彼女の住宅の前に余った鉄の方の自転車を止めようとする。するともう一つの自転車がそこにあり、この横に止めていいのかどうか女の子は迷いながらもその自転車の横に飛べる。その後女の子がじゃあ行ってらっしゃいと手を振って見送ってくれる。自転車に乗り僕はどこかに向かう。自転車を漕いでいるとだんだん足が重くなっていったことに気がつく。ふとタイヤを見るとタイヤの空気が抜けていた。直感でパンクではなくて空気が抜けているんだということに気がついた。どうしよう、空気を入れないと。家に帰っても空気を入れる機会はない。どこか道中で自転車屋さんはないか、あの空気を入れる器具が置いてある家があればそれを貸してもらうでもいい。そんなことを思いながら漕いでいるとふと明日が夏休み明けの高校の始業式であることに気がつく。そう、僕も高校生だったんです。始業式の後には実力テストがあり、今回はその単位を落とせない。勉強嫌だな、でも勉強しないと大学に行けないし、そもそも今高校生という立場でいながら YouTube やコメンテーターもやっていて立場も確立しているのに今から大学に行く意味なんてあるのか。そういや以前24歳くらいの知り合いが今からやっぱり大学に行くことにすると言っていたが、大学なんて行きたくなった時に行ったらいいんじゃないの。勉強やだな、もう明日もやだなと鬱になりながら僕はその重い自転車を漕ぎ続ける。目が覚める。これがこの空気の抜けた自転車。これ朝起きて書いたの。書いてる。そうこれと同じぐらいのアメリカ軍に殺されるっていうのは すごい小説みたいな。面白いよ、書いてたら。小説を書く練習にもなる気がするし。よく覚えてるね。私起きたら忘れちゃうけどな。すごい衝撃で覚えてるのが、学校の裏で友達の女の子に何かをすっごい必死に説明してんの。必死に説明をして、ブレッドオンほらって言って、ろれつが全然回んない。もう、説明してもね、向こうも、って言うけど、本来例えば、歯ってさ、噛み合わせがさ、こうなるわけじゃないけど、うちの中でちょっとこう、噛み合わせちゃんとするやん。そうじゃなくて、こうずれて、歯のこの先端と先端がどうしてもぶつかって、口がうまく閉じひんっていう。全然噛み合わせができひんから、おい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 ってなりながら、思いっきりブワーってやったら、ブワーって言って、歯がもうブワーってもう粉のようにしてバーって出てきて、ああよかった、治ったって。でも歯が全部抜けたわ、みたいな。怖いけど、あるよね。歯が砕ける夢とか。そう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 。ちょっと可愛いな、この子カメラ向けてあげて、ほんま。こんなところに猫がおんのよ、ほんとに、いつだって。ね、はるちゃん昔ね引っかかれたんだけど、この猫に。最近仲直りしまして
あ、でもすごいね。夢占い、これ逆になんだろうなって思うよね。なんだろう、どういう、なんかでも困難と戦ってるよね。アメリカ軍に殺されるはもっと意味わからない。それちょっと、それも気になるわ。アメリカ軍に殺される。その日は星空がいつもと違うことがテレビでも盛んに報道され、天の川がよく見えるような星空の天体ショーが見えるという日だった。夜になってもまだテレビでの報道がずっと続く。恐る恐る時間になったので、住んでるマンションの窓からカーテンをまくり外を見てみると、視界が悪くて何も見えない。そうだ、メガネをかけていないということに気がつき、メガネを取りに戻ってメガネをかけてもう一度空を見ると、それはそれこれは綺麗な天の川がもう空一面に広がっているのが見えた。すごく感動していたが、気がつくと窓の外からこちらをずっと見ている集団がいることに気がつく。よく見ると銃を構えてこちらを狙っている。直感でアメリカ人だとわかる。カーテンを閉めようと部屋の真ん中に向かっていると、アメリカ人のその集団が発砲をしてきて、どっと部屋にたくさんの兵士みたいな感じの人たちが割れた窓からバーって入ってくる。僕は家のマンションの部屋の外の扉を開けてバーって逃げることに成功し、そしてマンションの一個隣の部屋に入っていくことができた。この部屋もどうやら僕が自分で借りている部屋のようだ。次の部屋に入ると後ろから追いかけてくるアメリカのその兵士がいたが、そのと同時にその部屋の窓も割れて、今度は違う集団がバーってその部屋から入ってくる。これはロシア人だと分かったわけですよ。助けが来たみたいな感じ。その後ロシア人とアメリカ人たちが鉢合わせとなり、互いに銃撃が始まる。その隙に僕は隣の部屋の窓から外にパッと逃走。外に出ると前の部屋に突入するそのアメリカ人たちの集団の最後の2人ぐらいが指揮官と一緒にいたんだけども、まあ、その2人はバッと入っていって指揮官だけが残って、で僕はその指揮官と鉢合わせをする。その時にうわっと思って指揮官にまた殺されると思っていたんだけども、大きな音と同時に今度第3の部隊が登場します。それでアメリカ人とロシア人をどちらも制圧逮捕するような感じ、警察みたいな。どうやらこのアメリカ人もロシア人もどっちもこう悪い集団のようで、悪い集団同士のいざこざでこう戦ってたみたいな。自分はそれに巻き込まれている人っていう形だった、制圧されたアメリカの組織の指揮官が銃を置けというふうに言われるけども、彼は頑なにその銃を置かない。ずっとこっちを見て、今にも銃でバーって撃ってきそうな感じだったので、あ、もうこれはやばいと思った僕はパーッと走り出して、走った先に地下鉄へと続くエスカレーターがあったので、そこに向かってバーッと入っていく。すると彼も追いかけてきて、それで指揮官はもう信用ならない、だから逮捕されても殺すって言いながらこちらに向かって銃を構えて、そして引き金を引く。目が覚めるちょっとコラムかけないもんなんか分からへんねんけど、そういう一部始終を。どういう心情なんだろうね。そう。もうあっちの指揮官は信用ならないから、自分が逮捕されてでも殺すって言いながら追いかけてくんねん、ずっと。なんか恨みを買ってたんでしょうね、私が。基本的には悪い夢を見ているね。そうだね。いい夢ないの？なんか。いい夢まだないよ。ないの？いい夢はね、あんまり記憶に残らないんだよね。うん、まあそうか。悪い夢がこうトラウマで残るんだけど。悪い夢か、エッチな夢しか見てない。前生放送で言ったけどさ、うん、映画っぽい夢を見た話したじゃん。自分がさ、うん、将来とある人と恋愛をするんだけども、うん、その人と恋愛することによって犯罪に巻き込まれて、はい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 、長い人生を刑務所で過ごすことになってしまうから、うんうん、それを阻止するために、うん、未来の自分が超整形をしまくって、その世界ではもう未来だからすごい整形ができるわけよ、うん、自分がタイプの男に自分がなるように整形をして、うん、そして過去へと戻って逮捕されることにつながる男と恋愛をする前に自分に声をかけて、自分に惚れさせて、それを回避するっていう。その代わり自分と自分で恋愛をするっていう。自分と自分そうだよ。自分は気づかないの、ずっと。すっげえイケメン来たみたいな。自分好みのもう最高っていう。最後に、でももうミッションをこなして、もうこれで逮捕されへんわっていう風になったから、うん、ある程度期間も経ったし、未来に戻らんとあかんっていう風になって、でも俺が、はぁみたいな変なこと言うんじゃないよって信じてくれへんから、整形をどんだけやっても、体の北
くろの位置っていうのは変わらへんから裸になってほくろを見せ合って、うん、全てのほくろが自分と一致しているってことに気がついて、うん、やっぱそうなんかっていう風になって未来に送り出すっていう、ちょっと鳥肌立った今ほくろすごい、そういう夢を見たら本出したらしばらく続けるんだその夢日記は。そうだね、いつかハリーポッターを書いた J.K. ローリングみたいに実は全てが繋がってさ小説になるかもしれないじゃん。なるかもよそれ。そうだから。夢日記って書くとさ、あんま良くないんじゃなかったっけ？あ、そうなの？夢日記って調べると良くないって出てくる。なんで？真実に気づいちゃうからかな。夢日記を続けると危険な7つの理由っていうのがあって、おうおうおう、嫌な夢でも残酷な夢でも脳に記憶としてまず残ってしまう。明晰夢が多くなる。俺それ結構多い。夢やなって思ってもうビルから飛び降りに行ったりとか。夢がだんだんリアルになっていく。ああ、なってる。睡眠が浅くなり休んだ気がしなくなる。ヤクルト1000で解決。悪夢を見ることが多くなる。多い多い。夢日記を続けると気が狂う。もう狂ってるよね知りたくないことまで知ってしまう。いいじゃん。逆に精神が不安定になってしまう。最近さ、すごい人気のさ、あの辰木亮の私の見た未来っていう漫画再刊とかしてさ、今電車とか乗ってたらすごい広告流れてすごい売れてるらしいよ。あれもなんか夢日記いっぱいつけてて、そこから漫画をちょっとちょいちょい書いてたっていう。それがたまたまなんか東日本大震災が当たった風の内容があったから大人気になったけど、だから未来予知とかできるかもよ。できるかもよ。夢日記やっぱやってみるわ。やってみて。また未来が分かれば教えて。1ヶ月ぐらいね、なんか競馬でもして金稼ごうぜ